飛び越し地震は、1858年4月9日午前1時、頃、越中、日田国境の後津川断層を震源に発生した、M7.0 から7.1と推定される地震。安静飛び越し地震とも呼ばれる。飛び越しとは、日田と越中を並び指す言葉である、飛び越し地震の震度分布北陸地方や日田国を中心に大きな被害をもたらし、 死者426人、負傷646人、家屋の前半壊、流出2190個とされている。家屋の倒壊も著しく、ひらでは700個余りが損壊し、200から300人の死者が出た。富山藩市の体験記には、地面が階段状に流気した、水が一時に湧きで白車が混じって、吹き出しなどと、被害状況が描かれている。 縦山連峰では、飛び山崩れが発生し、飛び山が崩壊した。これにより、縦山カルデラに、大量の土砂が流れ込み、上岸寺川に、稼働閉塞が起き石戸め湖が形成された。この石戸め湖は4月23日、6月8日の余震、及び近隣で発生した、誘発地震により2度にわたり決壊し、下流の平野部に、大きな被害をもたらした。 三万国以上に相当する電磁が土砂に埋まり、多数の死者と流出家屋が出た。一度目の洪水で農業用水が埋まり、その復旧工事に当たっていた人が二度目の洪水に襲われて歴死したところもあった。他にも、神通川や黒部川など各地で稼働閉塞が発生したことが記録されている。この地震は岐阜県北部。 富山県境に近い跡津川断層の活動によるものと推定され、この断層沿いでは、家屋の倒壊率が50%を超え、中沢上及び森安では100%の倒壊率であり、震度7相当が推定される。なお、日田国では3年前の1855年3月18日にも M6.8 の日田地震が発生している。この地震によって、 縦山カルデラ内にあるもともと冷水であった池が、飛び越し地震後に1 0 70度の温泉で満たされるようになった後津川断層沿いの震源の浅い地震とされている。地震の規模に関しては、諸説あり、宇佐美、地震調査委員会 M7.0 から7.1、都市松浦ほか M7.3 から7.6。一方、松浦ほかは、遠方での震度分布から、 M7.3 程度で M7.5 を超えないとしている。古文書の記録によると、単発の地震ではなく双子の地震であった可能性が示唆され、震度5以上の地域は、京都から長野県、大町までの広い範囲であったと推定されている。なお、小松原は、被害の状況から第1震は、と津川断層中央付近で、第2震は、三ぼ断層であったとしている。 あと津川断層が活動した証拠は多くの調査で得られている。しかし、地震の規模と断層庁の関係式から得られる想定規模とうさみによる規模に乖離が生じている。つまり、この地震は、あと津川断層全体の活動ではなく、一部セグメントの活動であった可能性が指摘されている。例えば、片側他は、新川流域に出現している。 断層路頭から19世紀の活動痕跡を乱すことができず、跡津川断層東端付近では地表に震源断層は出現していなかったとしている。一方、同うは岐阜県飛騨市上岡町佐古において発見された未報告の断層路頭の年代測定結果から飛び越し地震の際に、 断層変異を生じていた結果を得たとして、あと津川断層全体の活動説を支持している。本心は、安政東海地震の影響を受け、その震源域及び吉震域から離れた地域で、発生した、誘発地震と考えられている。伊賀上野地震に始まり飛び越し地震に至る、安政年間に連発した一連の顕著な、被害地震は、安政の大地震と総称される。 ありがとうございます。